谷川先生、今日は何を作るんですか？今日はみんな大好きハンバーグ、師匠を作っていきます。師匠は作るな。いいですね、ハンバーグ。作り方は簡単です。こちら冷凍の鉄板焼きハンバーグを解凍するだけです。つまんねえ番組、一から作れや。茹でるだけとか簡単すぎだボケ。まあ冗談はさておき、まずは玉ねぎをみじんこにしていきます。みじん切りだろ。マジでみじんこにするんかい。次にひき肉を 300g 用意します。 300g だよ。そこにあっち系の白い粉を。塩だよ、誤解を招くような言い方すんな。塩を小さじ8分の1を16杯入れます。非効率だな。次に卵1個を入れて、これなんて読むんだっけ、牛乳を 40ml 入れます。なんで牛乳が読めねえんだよ。最後にパン粉を大さじ5入れます。それ小麦粉だよ。そしてこねていきます。マジで大丈夫かこの番組。続いてフライパンを温めていきます。火力えぐいて。温まりましたらステーキを焼いていきます。ハンバーグはどうした。いや、なんかハンバーグよりステーキが食べたい気分だったから。自分勝手か、お前番組降板しろ。やば、先生も残り時間5秒です。マジで。とりあえず出来上がったものを出しましょう。こちらを焼いて完成したものがこちらになります。ハンバーグ